ございます。今日は高校からです。この後ろにポスターがいっぱい貼ってある部屋からです。あ、知ってますか、このアイス。今日これ食べます。よし、これ食べたことないんですよ。クッキーが、うん、チョコから食べる。なんかチョコ溶けそう。溶けます。待って、クッキーから食べるんだったら絶対下から食べた方が良かったよ。やらかした。あ、やらかした。最悪。うえ、うわ、こんな感じになってるね。ナイス。いただきます。うん、うん、めっちゃ美味しい。これ初めて食べたんですけど、めっちゃ美味しいです。食べたことありますか、皆さん。このパッケージグレーじゃなくて、これ、この種類ありますか。あるよ。お、あるよ。アイスの消費量日本一の石川県民。そうなんや。日本一なんだ。うん、うん、これ食べて夜公演頑張りましょう。あれさ、今日中学生6人いるんですよ。テスさん、クマありがとうございます。あれ、なんだなんだね、かっこいい。全然かっこよくないですよ。まだまだです。新キャラ素敵でした。ありがとうございます。ミーヒーに勉強教えてる。なんか、英語でわかんないところ教えてます。英語の説明が一番できないんですよね。なんか文法とかが私よくわかんなくて、なんかもう流れで覚えてるんですよ、英語は。だから難しい。中学生全員集合初めてですね、多分。信夫さん、クマありがとうございます。 Y2K さん、うん、何これ、うん、風呂敷に入ってるやつありがとうございます。りょうの美咲ちゃんには受験頑張ってって言われてるけど、ジオンは言われないって言ってる。今日の講演もあれですよね、あの勉強頑張りましょうみたいなくだりになった時に、ジオンが私もやってますよって言ったんですけど、あのファン、あの公園に来てくださってた方全員が首んってかしげてました。首さん、ハートありがとうございます。
でもお前デストレート多くなっちゃってほんまに申し訳ない。なんかマジで公園出てない日は勉強しかしてないです。結構ガチで、もうあの本当に難しくて問題がやばいんですよ。数学が特に難しくてで英語はなんか難しくはないんですけど普通に読み応えあります。マルルさんありがとうございます。あなたはただで家庭教師、そんなありがとうございます。難しいところ受けるのまあまあ難しいです。まあまあ、いやそうでもないかも。コーラがなく、え、コーラなくなったの？その自販機やば、全然見てなかった自販機。ここも愛知県にしようかなって思ってます。こっちも続けるんで安心してくださいね皆さん。前にお話し会で高校生ならやめちゃうのみたいなの聞かれたんですけど、全然やめるつもりないんで、あのご心配なく。クニアンさんありがとうございます。クニアンさんありがとうございます。愛知県は内申書の思いは高いんだ。そうなの？なんかえ、あれないアーチの方が内申書めっちゃ見るってこと？ごちそうさまでした。こいつはこれニキビ。なぎちゃん撮影撮影絶対しないです。私はあれなんですよ、なぎささんに、なぎささんがもし卒業しちゃって、なぎささんの卒業シングルが出るじゃないですか、その時のシングルまでには絶対選抜入るっていう、あの決めてるんですよ、うん、それがいつになるか分かんないんですけど、そういうことです。中三トリオで一番の賢さん私です。それは間違いないです。 YNA で買った勉強グッズ使ってる？え、あのめっちゃ使ってます。あの筆箱はもうあれずっと使ってるし、あのペンみたいなのも買ってもらったんですよ、それとかもうずっと使ってるし、なんか全部使ってます。全部嘘、なんかはい使ってます。ちょっとうまく言えないな。使ってます。え、私あれなんですよ、今回の和歌山みたいなやつあったじゃないですか、あのなんだっけ、ランウェイみたいなやつ、そうね、めっちゃあれ出たかったんですけど、私あれ年齢的に出れないと思ってて、なんか高校生からみたいな風に来てたんですよ、私からは。だけど出れたっぽくてわーと思ったんですけど、あ、そうそう、TGC
そうだけど、まあ、今回はまあ、無理だった。本当は行けたんですけど、でな自分で応募エントリーしなかったんで、まあ、今回はちょっと諦めて次の機会を待ちたいなと思います。なんかそう15歳からなんですけど、私の方に来たやつは高校1年生の15歳からみたいな風に来てて、あダメなんやと思ってたんですよ。だけど行けたっぽかったですやまちゃんありがとうございます。そうだからここはちょっと一個受験勉強に集中する運命だったんだろうなってお母さんと話してました。ここは諦めようって。期末テスト大丈夫、期末テスト大丈夫じゃないですよ。もう帰ってきたんですけど、やばかったです。あ、英語は言えますよ、全然点数。英語は全然言えます。英語は98点です。そう、1問間違えました。 2点問題のやつを1問間違えて、しかもその間違えた理由が何やっけ、なんか年号みたいなの書かなきゃいけないのを、この文章があって上の方に書いてある年号を書かなきゃいけなかったんだけど、下の方に書いてある年号を書いちゃって×になりました。そう でもね、これ私ちょっとなんでと思ったんですけど、私の友達も全く同じミスしてて、だけどその子は採点ミスで丸になってたんですよ。だけど一応採点ミスがなくて×になってたんで、ちょっとなんでって思いました。そう、もう最悪やと思って悔しかった。もうだからそう、私は100点なんです、実質100点です。はい、ありがとうございます。私絶対98点だろうか100点だろうか、内心は5なんで、はい、だから大丈夫です。なんかね、そう今回理科さめっちゃわかる問題もうさ、なんか全部ではないけどなんか間違えててめっちゃ点数落としてたな。だからもうやばかったんですよ。なんか明らかにわかる問題、明らかにわかる問題まで間違えてたの。だから点数めちゃくちゃ低くて、もうしょげましたね。赤点はないですね、多分。赤点ってあれですよね、平均点から半分引いたみたいなやつでしたっけ。ちょっと分かんないんですけど、あれ赤点って平均点、平均点を半分、どんなんでしたっけ。ちょっと誰か教えてください。なんだっけ、追試を受けるレベルで、それってなんか平均点の半分、平均点の半分は絶対ないです。とってこと多分ないと思います。赤点さんは単位が取れてないみたいな、多分めっちゃ疲れてたんだと思う。理科もうやばかった、本当にやばかった。おかしい、やばいです。なんかムカつきました自分に。やばか、30とかに、あ、それはないです、それはないです、大丈夫です。ちょっと本当に理科はやばかった。高校から40点未満、あ、じゃあ大丈夫です。全部言ってもいいんですけど点数、ちょっと恥ずかしい、ちょっとなんか学校の友達に見られたら終わるなと思います。山ちゃんありがとうございます。そう、それで私がムカついてたらお母さんが慰めてくれました。いや数学は全然なんかよくはないけど、まあ多少ケアレスミスだったかなぐらいですね。でもそれで多分7点ぐらい落とした、クソと思って。
あのプラスマイナスとかをつけなきゃいけなかったやつを、なんかさルートってさプラスマイナス何々みたいにつけなあかんやん。それを忘れてて2も間違えた。それで問題自体はあの数字自体は合ってた。60点は大丈夫です。えでもちょっと理科はちょっとはいニョンさんありがとうございます。そんなないです。多分420点も420って結構頭良くないですか。だって多分そんなないと思う。多分平均、でも平均しても多分私あれよ、そんな高くないと思う。いや、ショールーム見てないけど、ツイッターフォローされてる。多分。理科ってどんなもん。理科は、イオンとか、あそこらへん。平均84、ないないない、絶対ない。絶対ない。そんな高くないよ。日本語のテストって外国語テスト受けてる感じなの？いやいや、そんなことないですよ。むしろ日本語が普通なんで。10分までにします。時間待って、84点あったら最高ですよ。全然84点ないよ多分。クラス何番目だろう。でも私のクラス頭一個いっぱいいるんで。あそう、前モバメでこの話もしたことありますよね多分。興味がある方はぜひ英語の試験でなんでダメ、あそうなんです。これ英語の試験で今回の話なんですけど、一個最初ダメになってた問題があって、です先生に返される前にこの問題大丈夫でしたかって聞いたんですよ。そしたらあダメだったって言われて、なんかちゃんと全部調べたけどなくてみたいになって、私がその場で調べて、あれ先生これありますよって言ったら丸になりました。そうちゃんとその私が書いた単語がその意味と合ってたので丸になりました。シャッと思いましたね。だから多分それがなかったら97点になってた。危ない。多分英語は学年で5位ぐらいかな。 4位とか4位かな。100点1人いるって言ってて、99点2人ぐらいいるって言ってたから。逆転無罪そう危なかったなと思いました。なんか多分本当に書いてほしい単語とは絶対違うって自分でも分かってたんですよ。その単語を思い出せなかったから。そうだからへへいと思いながらよかったって思いましたね。最近のエピソードかな。やる子は今ファイト、ありがとう。そう意義ありって感じですよ。じゃあ10分になったのでランキング読みます。こっちかいきます。13位の方 FFF さんありがとうございます。12位の方ナルルさんありがとうございます。11位の方プントさんありがとうございます。10位の方ジョーさんありがとうございます。9位の方ユウさんありがとうございます。8位の方ワンポールさんありがとうございます。7位の方テラちゃんありがとうございます。6位の方クニアンさんありがとうございます。5位の方高政さんありがとうございます。4位の方のぶおさんありがとうございます。3位の方山ちゃんありがとうございます。2位の方りなちゃんありがとうございます。そして1位の方ゆうさんです。ありがとうございます。ゆうさんいつも1位取ってくれる、ありがとうございます。あ、カニさんハートありがとうございます。皆さんショールーム来てくれてありがとうございました。また夜公演でお会いしましょう。配信とかぜひ見てください。バイバイ、ありがとうございました。あ、バイ、あれバイバイ。